カラフトマスは、酒か酒属の海遊魚。生鮮魚海類として流通する場合には、青マスと称されることもある。この他別名にセッパリマスなどがある。アラスカなどでは、ピンクサーモンとも呼ばれる。また、北海道の一部産地では、オホーツクサーモンというブランド名で呼ばれている。北太平洋、ベーリング海、オホーツク海、日本海、岩手県。 北海道に分布する。酒族の中では、小型の種類で全長40から60センチメートル。側線ウロコ数は、酒マス類中最も多く、背面や尾びれ、油びれに黒い反転があるのが特徴である。繁殖期には、オスのみ背中が突起状に変形する。そのため、セッパリマスの名がある。稚魚には、パーマークがなく、 4から5月に公開し公開後ほとんどが2年で成熟し回帰する。したがって多摩数年と奇数年で繁殖集団が分かれており、各年の変動を示すことが知られている。繁殖集団の遺伝的な調査結果によれば、同じ年の隣の川よりも日本とアラスカの方が遺伝子的には禁煙であった。これは母船回帰本能が強くないことを示唆している。 地方名、桜、桜マス、青マス、本マス、オホーツクサーモン、ピンク基本的に生まれた川に訴上し産卵するが、母船海規制は弱く迷って違う川に訴上することも多い。日本での訴上の南言記録は太平洋側で岩手県、日本海側は新潟以北。主にオホーツク海と根室海峡に流入する河川に訴上する。 訴状時期は河川により変化するが、7月から訴状が始まり、砂礫質の水同士の良い川床を選び8月から10月に産卵し、産卵後は寿命を終える。孵化した稚魚は河川ではあまり餌を捕食せず、産卵の翌年4月から5月に公開する。1962年から1967年に、かけ北海道尻内川。 ユーラップ川で行われた調査によれば、産卵床は、水深 6cm から 36cm、大きさは、長径で 80cm から 170cm 程度、短径は 35cm から 90cm。産卵床が作られる、箇所の流速は、白酒よりも流速が速い箇所が多く産卵床の位置や水質で、住み分けがされている。 流速の速い場所を選ぶのは、稚魚が鮭と比較した場合、より豊富な酸素を必要とするためとされている。白酒と産卵床を形成する場所の住み分けはなされているが、交雑が生じ漁業関係者の間でマスと呼ばれる、白酒との交雑個体が捕獲されることがあり、外見は双方の特徴を合わせ持っている。 自然繁殖での卵から公開するまでの生存率は0.1から40%程度。人工負荷での採卵から放流までの生存率は約80%。白酒と並び最も海洋生活に適合した種であるとされるが、人為的に移入された五代湖では小型の陸風型が出現して世代を重ねている。釣り上げられた カラフトマスカナッペに使われている、イクラかつては、オホーツク海、ベーリング海での、北洋酒、マス漁業により捕獲されていたが、現在では、沿岸での低地網及び、遡上河川での捕獲が主流である。漁期は、夏から冬、鮭に次ぐ漁獲量、である。国内最大の水揚げ地は、北海道東部オホーツク海沿岸であり、 当地での7から8月の約2ヶ月間の水揚げで国内消費の多くが満たされる。肉質は柔らかく、酒か魚類の中では油分が多い。酒缶や酒たけのこなど缶詰の原料として知られている。鮮魚の利用方法としては焼き物のほか、ルイベ、燻製、ムニエル等がある。揚げ物はフライや天ぷら等が美味であり。 この魚の残儀を名物としている地域もある。また、白酒より小型であるため、ちゃんちゃん焼きに向く。味噌仕立ての鍋は、マス鍋と呼ばれ、カラフトマスの漁獲の多い地域では、石狩鍋より好まれる場合がある。山漬けや塩マスなどに塩蔵加工すると、程よく脱水、熟成され微味である。塩マスは、焼き魚以外にハサミ漬けやマス漬け等の漬物の、 原料としても珍重される。卵は、筋子として加工される。イクラに加工したものは、マスコと呼ばれ、外食産業を中心に流通している。また、マルハニチロの、アケボのブランドの酒缶には、このカラフトマスがデザインされていることでも有名。ありがとうございます。